東海鉄道デボ百0系電車。東海鉄道デボ百0系電車。東海鉄道。デボ百型電車は、後の名鉄広見線及び、八尾津線に相当する路線を付設。運営した、東海鉄道が、九百三十年、昭和五年より導入した、脚下合造工作り電車である。デボ百型は、後年の東海鉄道の名古屋鉄道、名鉄への九州合併に際して名鉄へ、 継承されて、形式称号も二三百型と改めた。その後、車種変更を伴う改造を経て、最終的に空運千百九十系の形式称号が付与され、九百七十三年、昭和四十八年まで運用された。以下、本校においては、デボ百型として落成した、車両群を、本形式と記述する。東能鉄道、現、 東濃鉄道とは別事業者の運営路線の国有化に際して、東濃鉄道の他旧、名古屋鉄道及び大道電力の3社の共同出資によって設立された東美鉄道は、既存路線、広見三丈間、現、名鉄広見線の末端区間に相当の中間駅で、ある伏見口、現、明智より分岐して、金山、八尾津方面に至る支線、 後の名鉄八尾津線に相当の不設免許を、旧名古屋鉄より譲り受け、建設工事を進めた。1930年、昭和5年4月に伏見口県産館が暫定開通し、同年10月の金山八尾津間開通をもって、伏見口八尾津間 7.3km が全線、開通した。本形式は、 上記の東海鉄道線の支線開通に際して1930年、昭和5年3月31日付春工届出により、デボ101が導入され、翌1931年、昭和6年2月6日、春工届出により、デボ102が増備された。製造はいずれも、日本車両製造本店が担当した。東海鉄道が従来保有する電車は、旧、 名古屋鉄道より譲り受けた木造四輪単車ので1系、元名古屋鉄道で四五百系のみであり、本形式は、東美鉄道発の自社発注車両であるとともに、反抗性車体及び二軸ボギー構造を初めて採用した車両であった。また、東美鉄道は本形式の導入後、車両の申請発注を行わなかったため、本形式は、東美鉄道における最初で最後の申請車両とな、 本形式の車体各部寸法など基本設計は現在の近鉄島線に相当する路線を敷設、運営した事業者である島電気鉄道が1929年昭和4年に同じく日本車両製造本店において申請した重軽電と全く同一である。ただし両社は細部には相違点を有し、例えば前後つまの前消灯の設置位置については 島電気鉄道10型が全面や昆布中央に取り付けステーを介して一等設置したのに対して本形式は全面中央倉下の腰板部へ一等設置した点や終電装置が島電気鉄道10系の菱型パンタグラフ仕様に対して本形式はトロリーポール仕様である点などが異なる。車体長 12,630mm。 車体幅 2405mm の構え体主要部分を普通構成とした反抗性車体を備える。前後つま面に運転台を備える両運転台仕様で、また前述の通り一端の車端部を荷物室とする脚下号づり作りを採用した。つま面構造は前後とも貫通扉のない非貫通仕様とし、700mm 幅の前面窓を3枚均等。 配置した。窓の上下寸法は、つ面、側面とも六六百十ミリメートルで統一し、また腰板部の上下寸法が千百三十ミリメートルと大きく取られているため、腰高な印象を与える外観となっている。全小灯は二百五十ワットの白熱灯、使用、後部標識灯は五 w の電灯使用で、全小灯は前後つ面の腰板部、つ面中央嘘を部ぶえ角1。 後部標識灯は、道腰高部の向かって左側へ、各一灯それぞれ設置した。側面は、荷物室側の運転台にのみ500ミリメートル幅の乗務員扉を設置し、逆側の運転台には、同幅の側窓を設けたのみで乗務員扉は、省略された。側面3箇所に設置された920ミ、mm、リメートル幅の、片開き、式側扉のうち、 乗務員扉よりの一箇所を荷物用扉とし、乗務員扉と荷物用扉の間に設置された 440mm 幅の側窓は、楕円形の固定窓、いわゆる丸窓として、外観上のアクセントとしている。丸窓以外の側窓は 645mm 幅で統一し、窓間柱寸法は 65mm とした。戸袋窓以外の開閉可能窓はいずれも一段。 落とし窓構造である。側面窓配置は DB1D8D1D D 乗務員扉 B 荷物用扉 D 客用扉 E 丸窓各数値は側窓の枚数で DB1 e の部分が荷物室に区分されている。なお、デボ100には落成当初より乗務員扉を省略して客側の運転台部分と同じく500。 ミリメートル幅の側窓を設け、側面窓配置は 1EB1D8D1、e、と設計変更された。客用扉、荷物用扉はいずれも手動開閉式とし、またすべての側扉の下部には内蔵ステップを設置、側扉下端部は車体裾部まで引き下げられている。その他、前述した丸窓と戸袋窓部分の窓ガラスは、 通常の透明ガラスではなくすりガラス仕様とした。車内客室部分はロングシート仕様で、側窓上部には荷棚を、天井部には吊り革をそれぞれ設置した。荷物室部分は座席をはじめとした接客設備を省略し、側窓内側には窓ガラス保護用の鉄格子が設置された。車内の客室と荷物室との境界には仕切り壁を設置。 壁面へ引き扉式の開閉扉を設けた。この扉はデボ101が片開き構造であったのに対してデボ102は有効幅を拡幅した両開き構造に改められた点が異なる。車両定員はデボ101デボ102とも60人、座席定員28人である。車内照明機器は20ワットの白熱灯を使用で客室部分へ8機、荷物室部分へ2機、 それぞれ設置した。制御方式は、前後各運転台に設置された、東洋電気製造 DB1K 直接制御機、ドラムコントローラーによる直接式で自家並列組み合わせ抵抗制御による立候制御を行うほか、非常用発電制動機能を備える。主電動機は同じく東洋電気製造製の定格出力 75PS。 端子電圧 600V 時の補え、極め付き直流直巻電動機を採用、各台車の内側軸、第2、第3軸へ1両あたり2機、歯車比3.67で搭載した。駆動方式は吊り掛け式である。台車は、蛍光組み立て型の吊り合い量式台車である、日本車両製造 D12 を装着する。本形式が装着する。 D12 台車の固定軸間距離は 2100mm、車輪径は 864mm である。制動装置は SM-3 直通空気ブレーキを常用制動として使用、手用制動を併設する。その他前述した直接制御機の操作による非常用発電制動を備える。その他、電装置としてトロリーポールを屋根上前後端部へ、 各一機搭載し、前後つまめんには連結運転に備えて、シャローン式下作用系並形自動連結機を装着した。終電装置は後年パンタグラフに換装され、荷物室側の屋根上へ、菱形パンタグラフを一機搭載した。導入後は、旅客運用のほか、貨車を牽引する貨物列車、または混合列車運用にも充当された。その後、 太平洋戦争の激化に伴う戦時体制への移行により、陸上交通事業調整法を背景とした地域交通統合の自流に沿う形で、東海鉄道は1943年、昭和18年3月1日付で名古屋鉄道、名鉄へ、おさむ合併された。本形式は名鉄への継承に際して、形式称号も2300型と改め、記号番号は、 デボ101がも、2301へ、デボ102がも、2302へそれぞれ変更された。戦後の1952年、昭和27年に、も、2301も、2302とも荷物室を撤去して客室化し、形式称号及び、記号番号はも 300K301.302 と、改められた。荷物室の撤去に際しては、旧荷物用扉を、 客用扉へ転用し、旧にも用扉直後の客用扉を埋め込み撤去して、側窓を2枚新設。側面窓配置はも301が DED11D1、も302が e d 1 1 d 1となった。車内では荷物室と客室を区分する仕切り壁を撤去し、座席を客用扉へ転用された、旧にも用扉付近まで延長した。この結果、 車両定員は80人、座席定員40人に増加した。改造後も、従前と同じく、竹花線など河川電圧 600V 仕様の四線区、各路線において運用された。しかし、直接制御の本形式は、間接制御の他形式との総括制御が不可能である。ため運用上の制約があり、また、主電動機出力型形式と比較して低かった、ことから、 1960年、昭和35年8月に2両とも伝送解除による制御車化改造が実施された。形式称号及び記号番号は q 2 1 9 0 k 2 1 9 1 2 1 9 2となり、運転台には従来の直接制御機に代わって、間接自動制御、エール制御仕様の主管制御機が設置された。また、電装解除と同時に、9パンタグラフ側、 丸窓側の運転関連機器を撤去して、変運転台仕様に改められたが、国1191、元も301の旧乗務員扉は撤去されること、なく損置された。制御車化改造後はも700型、も750型などと編成して運用されたが、国1192は1964年、昭和39年2月に発生した新川工場火災において、 被災消失し、同年5月に廃車となった。一方、区2191は、犬山地区の各市線区において運用された後、1964年、昭和39年10月の小牧線の河川電圧 1500V 昭圧工事完成に際して、も750系758.759と、共に、瀬戸線へ転属した。転属に際しては、台車交換が実施され、 従来の D12 から他形式の廃車発生品であるボールドウィンロコモティブ、ワークス製のボールドウィン A3I 張り式台車に、換装された。92191は転属後も主にも700型、も750系の制御車として運用された。1965年、昭和40年9月に台車が9240、計2242の廃車発生品である。 ブリル 77E-1 に換装され、1967年、昭和42年には、車内照明の蛍光灯化が施行された。しかし、車体長13メートル級の小型車体を備える、本形式は収容力が多形式よりも劣り、また客用扉が終始手動扉仕様のままであった、ことから、1973年、昭和48年の3700系。 二台転属に、伴う瀬戸船籍の手動扉使用者のータ実施に、際して、廃車対象となった。国1191は1973年、昭和48年9月10日付で除籍され、これにより、東見鉄道デボ百型として導入された、車両群は全廃となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。